めちゃくちゃバタバタしました。なんとかラーメンは作れるようになりました。ちょっとまだ店内お見苦しい部分がありますけど、まあ初日なんでご容赦いただけたらと思います。まあ、今回店長西場くんで、やっていきます。オープン1週間後からホワイト企業なんで週休2日土日休みになりそうですけど、頑張っていこうと思います。まあ、ほんまにこんな時期によくオープンしたねって言われるんですけど、まあ、先月の段階でこうなるとは僕ちょっと思ってなくて、まあ仕方ないかなというところです。まあ、やると決めた以上はこの収録日の駅前で、長く続けていけたらなと思いますので、皆様応援の方よろしくお願いいたします。で、今日はちょっとメニューを絞らせていただいてて、淡麗煮干しそばの醤油と塩と、豚骨魚介のつけ麺と濃厚煮干しのつけ麺、あとまあご飯物っていうことになります。で、今回新しい試みで水餃子とか、まあ、一品物をちょこっと入れたりしてるんで、またちょっとどんどんオペレーション安定してきたら解禁していきますんで、よろしくお願いいたします。で、ちょっと喋りすぎて長くなりましたが、西場君から何かお願いします。なんとかちょっとギリギリ戻ってもらって袋の手前にならずにちょっと興奮ですけど、はい、頑張って。ラーメンはちゃんとしたので、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。大変お待たせしました。で、8席なんで1、2、3、4、5、6、7、あ、外ですね。じゃあ、先頭の客さん。